あの掴んでるんですよ、なんか金属を。とても不思議なんですけど、ここの向きがこっちがあるんですね。向きがこっち側にひねらない限り絶対外れる。ここの一番薄いところは 0.23 とかなんで、もう本当に膜みたいな。でもあのバネとかパーツも何にもなくてできるので、まあ、試作の時はいろいろやったんですけど、あのパーツが中でこうカチャッと引っかかるとかいろんなことをやった上で、結局最後にはミニマルにこう引っ掛けるっていう、引っ掛けて外れないっていう。この糸管式っていうのは他のなんか他の製品にも使われてる技術か。あ、違います。これのために作って、これだけで今パテント取ってるんで。なるほど、はい。で、そういうふうにあの製造者の方もフューチャーして、でページもバンバン載せるんですよ、僕ら。で、塗装はここでやってる、金属はここで削ってるっていう、そのアップルさんみたいな非公開のと真逆、全部見せる、全部見せる代わりに、あの真似できるならしてみてごらんみたいな、こうとんがったブランディングというか、そういう感じにしてます、ね、結構。あとここも面白いです、ボタンが取れないんです。ん、触ってみてください、ファミコンのボタンよりも良いです。あ、本当だ、はい、え、でも落ちないんですか。落ちないです。すごいな。水洗いもできまして。水洗い、はいはい、特殊なシリコンでくっついて、そうなんだ。ふにゅっと押しても全然大丈夫です。でこれもあの前回カジャスバンパーでは実現してなかったので、くっついてるんですけど、まあ何回もやってたら取れちゃうので、今回ほとんど取れます。すごいなこれ。あの SIM カード取り替えとかはここだけポコンってやって、うん、もう取り替えれちゃうので、うん、でこういう風にもうバラバラ、でこのマナーボタンも外れないんです、ちゃんと片方だけでくっついてるんで。でここはカービシャスと変わってるんですか。ボタンの寸法は全く一緒なんです、実は、はい、あの共通部品なんです。そういうところで、ね、コストダウンしてる。でこのマナーにしない、マナーをした状態じゃないとはまらないので、波打ってってをずらしてディンプルにしてるので、こうなんていうんですかね、あのデザインと違うんですよ。あの機械加工上できるこう切削溝をデザイン変えてるっていう風なんで、こういう外観のものが作りたいからじゃなくて、この刃物でこういう風に動かしたらこういう跡になるよねみたいな、こう偶然から、はい、そうなんです。あ、そうなんですか。こう削っていくんですよ。それが数学的な美しさを持ってる。そうなんですよ。で実は加工時間を減らしてるんです。もう普通にやってるともうできっこないので、で結果的に舐めるように当ててたんですね。こうあの拡大写真を見ると分かるんですが、ずらしてるんですよ、45度に、ね、こういう風にずらしていくんで、その丸い刃物の深さで柄を作っていく。から組み立てどれぐらいでできるんですか。組み立てこれね、あの技術者の人たちはめっちゃうまいんですけど、まず上下はめて、こっちをはめて、早いですね。すごい。